はい、ユデックスです。さあ、このチャンネルはですね、多肉専門バラエティ番組ということで、アガベとかね、サボテン、またアロエディッキアとか、多肉にね携わる植物の紹介をしたり、お店に密着したり、お店にね直接お伺いしてお店の紹介をさせていただいております。はい、またね、植物がね、ちょっとでもね、世の中に広まるようにですね、ちょっとバラエティ番組っぽくね、いろいろな企画などを通して、皆様にね、植物の、面白さ、楽しさなどね、お届けしています。またね、チャンネル登録、お済みでない方はね、チャンネル登録お願いいたします。はい、じゃあね、早速、今回ね、何をしていくかと申しますと、第2弾になります。あなたの植物レベル、何レベルっていうことでですね、前回ですね、クイズ形式で、僕、ユレックスが植物をね、出して10秒カウントで、ね、この視聴者の方にですね、どんな名前の植物なのかっていうのをね、皆さんに答えていただくというね、クイズ形式でやっていったんですが、今回はですね、またちょっと、このクイズ形式もちょっとね、ひねりを加えて皆様にね、クイズ形式で皆様にお届けしたいと思っています。はい。じゃあね、早速ね、どういった感じでやっていくかっていうのをね、説明します。はい。まずですね、このようにもうドアップの状態で植物を出します。はい。こんな感じですね。この状態でね、カウントをしていきます。同じように10秒とします。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい。まあ、こんな感じで、ズームアウトからですね、どん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 引いていきます。はい。こんな感じでね、最初はね、こう、近すぎるので、何かなってわかんないと思うんですけど、徐々に徐々にね、全体像をね、出していくので、このね、10秒カウントの間で、またね、植物の、ね、品種名、名前を、ね、皆様に答えていただくという感じです。なのでね、また何問正解するのかね、皆さんの植物レベルをね、ちょっとチェックできる、ね、動画となってありますので、お楽しみにください。はい、じゃあね、今日も前回同様ですね、全部で5問、皆さんね、クイズを出したいと思っています。はい、じゃあ早速第1問。はい、いきます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、ということでね、皆さん、第1問分かったでしょうか？はい。こういった形。まずね、これがサボテンなのか、アロエなのかっていうところなんですけど、もうね、まずこの第1問、皆さんね、分かりましたですかね？はい。正解はですね、こちら。サボテンのですね、マクドガリーというね、品種の名前になります。はい。ちょっと、このね、緑色のね、イボイボした形状に、この棘がね、死が黒っぽくて、すごくね、特徴的な、かっこいい。結構ね、僕は大好きな品種になっています。マクドガリーでした。はい、じゃあ続いて第2問。はい、来ます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、ということでね、皆さんわかりましたかね？このね、なんか、レタス。まあ、レタスじゃないですね。野菜のようなね、感じの葉っぱがありますが、こちら、開墾植物のおとんなんですね。シクロフィラというね、品種になります。はい。シクロフィラです。はい。すごくね、この、その長いこの幹のね、この開墾部に、こうね、ちょっとね、本当になんかキャベツのような、野菜のようなね、そんな葉っぱがついているのが、このね、冬型植物、開墾植物のおとんなのね、特徴的でもありますが、すごくね、この冬型植物にはね、こういったね、ちょっと野菜っぽい葉っぱ、がね、多いんですよね。はい。こちらがね、オトンナのシクロフィラというね、品種でした。皆さんわかりましたでしょうか？はい。じゃあ続いて第3問いきます。はい。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい。皆さんわかりましたかね？こちらね、また先ほどのね、シクロフィラと同じような感じなんですけど、よくね、見ていただけるかね、わかりますかね。はい。これ結構わかる方は結構ね、本当にオタクと言いますか、かなり沼に入られてる方だと思うんですけど、こちらがね、オトンナのですね、レトロルサというね、品種になります。
やはりね、先ほどのね、オトンナ族、同じようなシクロフィラと同じオトンナ族なので、このね、葉っぱのね、ちょっと青緑っぽい葉っぱの形状がね、同じような特徴的で、でただね、この開根部が、このね、前年度の葉っぱが枯れ込んでいて、このね、枯れ込みを楽しむっていうね、品種になります。はい。あえてね、この枯れ込んだ葉っぱをね、残してあります。はい。こういった感じでね、こう、開根部をあえてこう、枯れ葉で隠して、かっこよく見せるっていうね、開根植物の面白さでもあります。はい。こちらがですね、オトンナのレトロルサというね、品種になります。はい。じゃあ続いて第4問です。はい。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい。こちらですね。ちょっとね、またね、植物の中でもね、また着生植物と言われてるね、ビカクシダですが、こちら、結構ね、ビカクシダもね、いろいろとね、今、交配も進まれていて、なかなか品種名与えるの難しいよってことなので、こちらもね、一応ちゃんとね、皆様のポピュラーなね、品種を選んでおります。わかったでしょうか？はい。こちらがですね、ビカクシダのベイチーというね、品種になります。このね、細長いシャープの葉っぱもね、すごく特徴的で、結構ね、僕もビカクシダ、ね、植物いろいろと育てていますが、結構ね、このね、シャープな感じの細長い葉っぱがすごく好きでですね、将来的には5年後、10年後にはね、もっと大株にしてかっこよく育てたいと思っています。今もね、ビカクシダもすごくね、人気のある、このね、植物なのでね。また、着生植物なので、またね、土栽培とはね、また違う、そういった楽しさ、水苔を使って着生させてね、育てる、その楽しさもあるのでね。またぜひ皆さんね、知らない方もチェックしてみてください。はい、じゃあ続いて最終問題第5問です。はい、じゃあ行きます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、ということでね。なんじゃこりゃというね、なんか、見た目のインパクトがものすごく強くてですね。こう皆さん何に見えますかね？こうカメラの甲羅にも見えるし、はい。いろいろなね、面白い発見がある植物なんですけど、こちらね、サボテンになります。サボテンです。はい。品種がですね、こちらがね、サボテンのね、ロゼオカクタスのレンザンというね、品種になります。はい。ロゼオカクタスのレンザンです。すごくね、このね、イボイボの山がね、こう連なっていて、すごくね、カチコチでかっこいいんですよね。本当にね、こう、甲羅のような硬さがあります。これ聞こえますか？はい。こうね、本当にすごい。中はね、しっかり詰まってると思うんですけどね、こう、かっこいいですよね、結構。こうですね、こう、あまり触るのもね、なんか本当は良くないかなと思ったりまして。でもこうね、ちょっとね、つっつきたくなるような可愛さもある甲羅のサボテン、レンザンでした。はい。はい、ということでね、皆さん、全5問、今日ね、クイズ出しましたが、皆さん、いくつ正解したでしょうか？はい。結構ね、植物もね、やはりもう、ものすごい種類があるので、なかなかね、品種名を答えるのはね、難しいとは思うんですけど、ぜひね、このクイズ形式のね、この企画でですね、ぜひ、また知らない植物もね、もしあったら、それでね、また知っていただける機会にもなりますし、またね、なんかね、このクイズ形式、またね、なんかいろいろとバージョンアップとかもしたりとかしていきたいので、ぜひね、またいろいろとコメントをいただけたら嬉しいです。はい、じゃあね、今回もね、この動画良かったなと思った方は、チャンネル登録、そしてね、高評価もお願いいたします。はい、それではね、またお会いしましょう。